にしてもいつ頃着くんだ。これはまさしくファイアーストーン。これでついに、これでレパーヌの女神が手に入るな。残念ですね。そんなうまい話があると思ったんですか。まったくバカな人たちです。では、私の正体をご覧に入れ。待ってください。ジョークです。ほんのドッキリじゃないですか。いっぺんこういうセリフを言ってみたかっただけですよ。こっちは疲れてるんだ。変な冗談はやめてもらいたい。はあ、では気を取り直しまして、このレパーヌの女神は約束通り差し上げます。どうか大切にしてください。これで私も収集家として安心して商売を続けられます。ありがとうございました。ではまたレアアイテムのご入り用などありましたら、この闇市ブラックチェリーをよろしく。これでドリスドール伯爵に会えるかな。とにかく行ってみよう。ドリスドール邸は最初にグリードに降りた時のゴンドラ乗り場の正面にある大きな屋敷だ。すぐにわかるだろう。だといいな。駅に向かうぞ。伯爵の屋敷はここからすぐだったよな。
何かご用でございますか？ぜひ伯爵にお見せしたいものがある。伯爵がお探しのレパーヌの女神だ。困りますね、そのような嘘を申されては。レパーヌの女神ならすでに伯爵はご入手されております。なんだって？そんなはずはない、それは偽物だ。きっとお引き取りください。待ってくれ、会うだけでも頼む、取り継いでくれ。どうした？あ、シーザー様、この方々がレパーヌの女神をお持ちと嘘を申されまして。何？レパーヌの女神を？ちょっとちょっと、あれがドリスドール家の御曹司みたいだね。なんか町ではバカ息子って噂だったけど、見た目は案外いい感じだよ。そうかな？君たち。あ、はい。とにかく君たちが持っているというレパーヌの女神を見せてほしい。中へ入ってくれ。どういうこと？はあ、これがレパーヌの女神ね。これ絶対本物だよ。で、これでどうしようっての？これを渡す代わりにドリスドール伯爵に頼みがあるんだ。頼み？悪いけど賄賂とかそういうのやってないんだよね。ちょっと違うよ、そんなんじゃない。冗談だよ。それにこれは確かに本物だ。でもそっちでも手に入れたって。あれは俺が作った偽物さ。いやー、みんな騙せてたんだけど、本物が現れたんじゃ仕方ない、バラしちゃうよ。え？じゃ親父にバラしに行くからついてきてくれ。確かにバカ息子だな。ふん。どうした、シーザー。誰だこの人たちは。父さん、この間のレパーヌの女神だけど、実は偽物だったんだ。この人たちが本物を持ってきてくれたよ。まさかお前知っていたんだな。また私に嘘をついたのか。お前は何度言ったら。はいはい、分かったって。悪かったよ父さん、そうカッカしなさんなって。前のは俺が作った偽物さ。ちょっと騙されたろ。なかなかいい出来だったんだけどな。シーザー、お前。じゃ俺は消えっから、レパーヌの女神の礼にこの人たちの頼み聞いてやってくれ。じゃな。お前というやつは、お前はもう感動だ。出て行きなさい。客人にお恥ずかしいところをお見せした。あのバカ息子にはほとほと愛想が尽きる。私にはもう時間がないというのに。それはそうと、よくぞレパーヌの女神を手に入れてくれた。これは私が長年探し続けてきたものでな。亡き妻と初めて行った美術館で一緒に見た思い出の品なのだ。私にとっては美術品としての価値以上の思い入れがある。それなのに。
あいつと来たら。おお、そうだ。あなた方に礼をせねばな。私にできることであれば何なりと望みを言ってくれ。そうか、このグリードを採掘場へつければいいのですね。その願いすぐに聞き届けたいところだが。ん？実は今採掘はオフシーズンで、デミトールを動かすための調教師アミルに暇を取らせています。おそらく町のどこかにいると思うのですが、私にもどこにいるかわかりません。あなたたち自身の手でアミルを探し出し、この手紙を渡してください。私が書いたこの手紙を読めばきっと協力してくれるでしょう。そうか、アミルを探しに行くのか。ならダウンタウンにある酒場に行ってみるといい。あいつの行きつけの店だ。ありがとう、助かる。それとな、ちょっと頼みがあるんだ。あのさ、俺もついて行っていいか。なんだって？ちょうど感動されちまったしな。なんかあんたたち面白そうだし。バカ息子が何の役に立つ。いいだろう、一緒に来るがいい。え？お、本当か。じいさん話がわかるじゃないかよ。じゃ皆さんどうぞよろしくな。おい、どういうつもりだ。シーザーか。結構面白い男かもしれん。何？気づいたか、偽のレパーヌの女神にはまっていた宝石は本物のファイヤーストーンだった。しかも2つもだ。奴はただのバカ息子じゃない。あれを作るのは本物を入手する以上に大変だったはずだ。それを彼は父親の願いを叶えるためにやり遂げた。実力がどれほどかはまだわからない。でも少なくとも父親思いの優しい人ってことだよ。グリードの御曹司か。これさ、いい感じじゃない？どこに売ってたの？俺のこれとさ、交換しないか？え？どうよ。Thank you.
ミルさんいるかな。旦那様の手紙、了解であります。自分はレナード殿に協力してデミトールを動かすであります。じゃあ頼んだ。しかしながら自分一人では無理であります。現在はオフシーズンでグリード地下回廊のモンスター駆除が行われていません。地下回廊を通ってデミトールの頭まで移動するのは命がけであります。心配するな。お前一人を行かせたりするかよ。俺がビシッと守ってやっからよ。大船に乗った気持ちでいろ。坊ちゃん、なんともったいないお言葉。感激で泣けてきたであります。勝手にやってろ。グリードの地下回廊へはダウンタウンにある入り口から向かうであります。近くまで行ったら私が誘導するであります。ではみんな、グリード地下回廊へいざ。険しいな。アミルさん、案内頼みます。この地下回廊を抜ければデミトールの頭に出る。しかしこのオフシーズンは凶暴なモンスターがうようよしてる。楽しくなりそうだな。どうして楽しいのよ。寂しいよりはいいだろう。妙な気分だな。
来いよ。皆さんすごいであります。ここと上じゃ設計自体が違う。本当機械の街だね。こんなもんか。中はこんな風になってるんだ。
こぼれ落ちてく雫たち、いつの間にか忘れていく。